はい、皆さんおはようございます。アタンタンタナです。はい、9月23日、ですね、レーバーで明けからちょっと暇だったんですけども、先週の末だけは、よく来ましたね。金曜日が133、土曜日が139人で、人がいないんで持ち帰りを断るとか、いろいろこう作戦を練ってですね、なんとかクレームギリギリでなんとかこなしました。良かったです。やっぱりね、売り上げいかないと面白くないですよね。別に金儲けしてるわけじゃないんですけど、やっぱり数字目標を達成するっていうことが楽しんでるわけです。で、お金は後からついてくるというふうに私はいつもそう思ってるんですね。はい。で、そうですね、面白いね、なんかネタをね、探そうと思っていろいろ考えてたんですけども、たまたまここのローカルの CBS のサイトにあったんですけども、こんな女がいたんですねっていうことで、テネシーで、写真出てましたけど、白人の、ね、中年女性なんですね。多分50から55の間でしょうね。マッチ.com、いわゆる出会い系サイトで、男性と知り合うんですよ。で、その男性が既婚者なんですね。で、彼女が何をやろうとしたかっていうと、じゃあその奥さんを殺そうということになって、ダークサイトがあるんですね。この殺し屋110番っていうのがあるんですね。これ正式に名前がね、オンラインキラーマーケットという、マーケットって言うんですけども、ここで、殺し屋さんを探すわけですよ。この人を殺してくれませんかっていうことで。意外と値段が安くて1万ドル、1万ドルで殺害してくれるんですよ。しかし、数ヶ月経ってもやってくれなかったんで、なんかクレームしたらしいんですけどね。で、結局、どうやって見つかったのかはわかんないですけども、とりあえずその人は逮捕されたということで、なんか変な、ニュースですね。はい。それから、バイデンがね、ゼレンスキーが26日にまたアメリカに来るんですね。ホワイトハウスに行ってバイデンと話をするんですが、なんかその終戦、戦争を終わらせる計画をなんか持ってるらしいんですけど、これ、どうなんでしょう。今から話すことが、それにちょっと該当するんですけど、今日は何を話すんでしょうかと言いますと、ですね、大統領選で、トランプがなればこうなりますよ。ハリスはこんな風にやるんですよ。っていうことを、舛添さんが、元東京都知事、国際政治学者の舛添さんがね、JP プレスっていうサイトに出していたんで、これを簡単に、要約して、で、わかりやすく皆さんに解説できればいいなという、私は思っているわけですね。はい。で、まず、対外経済対策っていうのがありまして、これは何かというと、例えばトランプだと、中国製品に 60%、で、その他にも一律 10% の関税を課すと。で、この、浮かび上がったお金で、財政赤字の穴埋めに使うと。いうふうになってますね。はい。で、このね、関税強化っていうのはこれ大統領令でパッといけるんだそうです。だから議会が仮に反対しても、それはいけるんだそうですよ。はい。ただし、関税かけると、物価高、インフレを招くことになるんですね。で、そうなると、また FRB は金利を上昇させるでしょうと。ね。そして、円安にまたなりますよと。で、ハリスの場合もこのままずっと行くわけですから、バイデン政権の同じことをやるんであまり変化はないと。そして外交安保政策。これ一番大事なんですけども、トランプがよく言ってるのは、ウクライナも中東も、ね、俺ならすぐ戦争を終わらせると言ってるんですけど、しかし彼は何も具体策がないんですよね。で、言ってるだけなんです。はい。で、多分トランプが当選したらどうなるかっていうと、ウクライナは多分中立化し、NATO には加盟させないと。そして、今その前線ですから、ちょうどロシアが侵攻したその、あの地域をですね、非武装地帯とするでしょうと。で、ロシアが二度と、侵略をしないように、要塞化すると。ただし、結局そのウクライナはこれ領土を失うわけですから、当然反発するわけですよね。で、NATO がどう、対応するかですけど、結局 NATO で一番金払ってるのはアメリカですから、北大西洋条約機構ですから、アメリカが一番金払ってるんで、で、ウクライナも一番アメリカが支援してますから、
他の国は、じゃあお前、金出すよというふうになるわけですよ。まあ、この辺が難しいですね。で、ハリスはどうするかっていうと、停戦は求めていくが、従来のバイデン政権の政策を露出する意向であるということは、まあ、穏やかに終わらせましょうねっていう感じですよね。はい。で、実際にね、アメリカ人はどう思ってるか、これはこの松井さんの意見だと思うんですけども、こんなね、海外のことよりも移民政策の方が大事なんですよっていう、ね、いうふうにアメリカ人は思ってて、このまま、メキシコ国境からどんどん不法移民が入っていこう、いって、アメリカの治安が悪化するとか、失業者が増える。結局移民が安い賃金で、アメリカ人の職を奪っていくわけですよ。ね、特にこの末端、レストラン、建設、あとサービス産業増援とかね。結局そうなるんですよ。だからそれを一番猶予するわけですけども、しかし私に言わせれば、一回ね、そういう、汚い仕事から手を引いたアメリカ人がじゃあもう一回それやるんですかってやるわけないんです。だから、今のこの人手不足の状況を考えたら、私的にはですよ、移民は入ってくるものはもうしょうがないで入れて、で、彼らにそういう仕事をさせないと、我々サービス産業はどうしようもないと。ね、いつも人がいませんよというふうになるわけです。これは結局だから、私が思う日本人もね、今同じ傾向にありましてね、日本人はもう汚い仕事しない。例えば日本人はそのコンビニの深夜で働かない。だから結局、コンビニの店員、社会の底辺はみんなもう外国人になってるわけですよ。だから昔だったらね、私が、目黒でコンビニやってた1993年ぐらいかな、の話だと、みんなあれ学生だったんですね。本当にね、優秀な、早稲田とかね、東大とかの学生がね、深夜バイト1100円ぐらいでやったんですよ。だから、人は結構いたんですよ、あの当時はね。ただもう今はもうそういう仕事をやる日本人はまずいない。だから全部外国人なんですよ。ね。だから全く同じですよ。だから日本人も、の若い人も今そういう仕事をしなくなってるんですね。人がいない、若い層がいないっていうのも一つの問題ですけどね。はい。それから、なんて言うんでしょう。さらにアメリカ第一主義を取るトランプは、日本や欧州に対して追加の防衛負担を求めていくでしょう。例えばアメリカは別にだから NATO が あってもなくても関係ない。これがトランプの言い方なんですよね。というのは別にヨーロッパで何が起きようがアメリカには関係ないわけですよ。ただアメリカは世界 の警察官という役割を担ってきましたから、それがずっと継続しているわけで、日本もそうで、一応に日米安保というのがありますから、それをやってるわけで、当然日本に対してもっと金をこせというふうになってくるんでしょうね。これがトランプになればの話ですよ。なんかそういうことがありましてね、大変ですよね。あとはですね、はい、実際にじゃあ支持率はどうなんでしょうかということで、9月19日の ABC ニュースの調査では、ハリスが 48%、 トランプが 45%、 ハリスが若干で、ある大学がね、今月12日から16日に実施した調査で、これは CNN が発表してますけども、激戦区のペンシルベニアでハリスが 51%、トランプが 45%、ミシガンでハリスが 50%、トランプが 45%、ウィスコンシンではハリスが 48%、トランプが 47%、一応ハリスがリードしてるんですけども、松井さん曰く、もしトラは必ずありますよ。わかんないですよ。まだ五分五分ですよ、というふうに言ってます。で、経済、財政政策どうなんでしょうかということで、もし、ハリスが、勝てば大きな政府。で、トランプが勝てば小さな政府になるわけです。で、結局、ハリスは分配によって公平さを実現するし、トランプは、金持ちに、減税をやって、そこから金がずっと下に降りてくるっていうことを期待しているわけですよ。で、単純に言うと、ハリスは、法人税を 21% から、28% で引き上げるんですね。で、富裕層、これ年間ね、100万ドル以上の収入のキャピタルゲイン税を、28% に引き上げる。ですから、我々がよく言うね、トランプの方が絶対有利だとかね、そういうことは、
我々庶民、まあ、アッパーミドルですけど、あんまり関係ないわけですよ。だから、年間だって1億以上のキャピタルゲインを得る人が何パーセントいるんですかってことです。だから、本当に富裕層だけ、課税すればいいわけですよ。まあ、でもこういうことをやれば、一応企業の活力が失われると。で、まあ、富裕層の消費が減ることによって、財政赤字が増大すると。で、あとですね、仮にこれトランプがね、やれば、トランプはですから、減税って言ってるわけですよね。はい。あと、まあね、細かいこと言えばね、小持ち世帯の、なんかその、税控除とかね、いろんなことが、やろうと言ってるんですけども、結局、どっちにしても財政赤字は、どっちの大統領になっても、財政赤字が増えるのは間違いないんです。結局、その、減税したらその分のお金がいるわけで、それをだから他から持ってきても、穴埋めはできないんです。だから、いずれにせよ、アメリカは、日本同様、将来的には破滅に向かってる。ただ、破滅できないし、破滅させないですよね。毎年、この、よく言われるその債務上限っていうのがありまして、それをどんどん、天井を上げてるわけですから。まあ、これ、まあ、我々が死ぬまでにはね、関係ない話なんで、私はあんまり気にしてないんです。だから本当にね、まあ、どうなるかわかんないですね。で、来月の21日かな。確か CNN が提案して、トランプと、ハリスの、2回目の討論会をやりましょうと。で、これハリスは合意したんですね。しかしトランプは、もう遅すぎるから嫌だと。これは多分ね、おそらくトランプの側近がね、多分、やめててがいいよ。って言ったと思うんです。というのが、やればやるほどトランプはボロが出るんです。で、それによって、だからやっぱりその直前なんで非常に影響力が大きいということですね。まあ、私は一応、ハリスが勝つ方に、かけてはいますけども、まあ、ニューヨークの小市さんはトランプって言ってますし、11月5日ですからね、非常に楽しみです。はい。まあ、こんないろんなことがあるわけですよ。だけど私がいつも言いたいのは、民主党になったら大変だとかね、共和党になったから大変ではなくて、自分の金はしっかり自分で守って、アメリカ稼いでなんぼの国ですから、経済だけの国ですから、ね、他に楽しみは何もないんです。だからそれで金しっかり儲けることだけが、我々の、頭の中にあればいいんじゃないかと。ね。政権が変わって、ね、金が減るようじゃダメですよっていうことが、私は言いたいんです。はい、以上です。